はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2022年6月19日。さあそんなことでね、今日は暑いっすよ。朝からね結構気温が上がってきておりますが、ちょっとお茶飲ましてください。今ちょうど昼過ぎたところなんですけど、すいませんね、百姓のおえつが、冒頭から百姓の意味不明のおえつから始まるこの動画、いかがですか？いかがですかじゃねえんだ。今日は暑いっすね。なかなかしんどいっすね。さあそんなことで今日は耐熱マルチのね、畝間の防草シート、あのビニールマルチをね、耐熱マルチは防草シートじゃなくって、このビニールマルチでね対応してます。ここまでね防草シート貼ってるとちょっともうね何本あったってキリがないので、でまたねこのペグが湯水のように飛んでいくわけでございますね。はい、これからはねもう6月19日、これから7月8月9月とね、まあとにかく本当にあの暑さ対策同時に、雑草対策ですね、それが必要になってきますんで、こうやってねいろんなところで管理が必要となるということでございますね。よいしょ、暑い。今年はでも梅雨ね、今のところそんなにダバダバね雨が降ってるわけじゃないので楽は楽ですけどね。どうですか、今ぐらいに芋を掘ってる人もねおらっしゃると思うんですけども、さあそんなことでやりに行きますか。今日はね日曜日、例のね21歳の若者がさつまいもこの間一緒にね苗差ししたと思うんですけど、あのその彼がね、また今日やってきて畝間にね除草剤を撒きに行きました。彼は観光栽培なのでね、まあ僕はオーガニック栽培ね、僕は除草剤は使ったことないわけですけども、それでねちょっとその除草剤についてね僕は何も知らないのでね、農薬あの初めてバスタとかね、聞かせてもらう、あなんか聞いたことちょっと小耳に挟んだことあるなみたいなね。でやっぱりね除草剤ってすごく効くみたいですね。僕全然知らなかったんですけどね、これをもし見てらっしゃる普通のね観光農家の方は常識なのかと思うんですけど、僕は何も知らないので不勉強で申し訳ありませんね。月に1回ぐらい巻きに来なきゃいけないものかと思ったらそうじゃなくていいですよね。最近のはすごくあの除草剤も効きがいいらしいので、あの月に1回も来なくていいと。で意外とね僕農薬は高いもんだと思ってましたけど、そのバスタでその次の後継のやつがなんとかってそれ忘れましたけど、僕は覚える必要がないので、でそれだとね10リットルで3万ぐらいって言ってましたか、合ってます。で使うのがね今日あそこのさつまいも2ターンか3ターンぐらいなので500ミリリットルぐらいだから何千円でいいわけじゃないですか。なるほどなと、シュッシュッシュッと巻いてねそれで終わりですから。僕だったらねだって畝間今こうやって実際ビニール張ってるでしょ、こうやってほら山のようなこのペグ見てくださいよね、このペグが山のようにいって、しかもこうやってねビニールお金かかるわけでしょ、これだいたいねまあ使い捨てというかね、でこういう作業もねせんといかんわけでしょ。でも農薬除草剤ねパーッと巻いたらこんなことはしなくたっていいわけじゃないですか。でやっぱりね話聞いてて、それはまあね以前何日か前に僕がほらねオーガニック農家さんから観光農家さんへみたいなね呼びかけで、どうですオーガニック農業とかどうですみたいなね動画上げたじゃないですか。まあそれはね誰一人オーガニックにあの観光農家からねオーガニックにあの変えようかと思ってました、誰一人いないよねそれはでもねあの話聞いててね、そうやって実際にやってらっしゃる人の話を聞いてそう思うわね。それは僕だってそう思いますよ。もしあの
よくわかります。そのまあやっててね、二十数年私はそうやってね、除草剤使わずにやってきて思うことは、あのオーガニック農業は確かに効率が悪いということでございましてね。ただその呼びかけたその理由もそうですけどね、多分観光栽培の方々もそうだと思うんですけど、特にねオーガニック農業、あの我々特に私がちょうどねオーガニック農業、日本のオーガニック農業第二世代って言われるわけですけどは、かなりねあの技術革新がね本当に進んで、やっぱりヘクタール単位でね、何度も言いますけど、あの農産物でオーガニック野菜を作れるようになりましたんで、なのでどちらかというとその技術力ねの高さというかね、そこを僕らは一生懸命磨いてきたので、それでなんとかねこう食っていけてるというか、対抗できるというかね、対抗できるところまで行ってませんけどね、まだ 1% には満たってないので。ただまあ品目絞ればね、あの知恵と工夫をね、このまさにこの耐油熱マルチをね、これで ある程度こうやって草を抑えることができますので、そういうねちょっと手間かかりますけど、それはね除草剤パッと撒くよりかは、あの手間もお金もかかるんですけど、ただやりようによってはね、ほぼ大体あの遜色ないものができますので、まあだからだけどやっぱり手間はね本当に、だからやっぱり観光栽培のそのねやり方とか、そうやって直接ね、あの彼は21歳年下なのでね、一応あのこちらに敬意を払ってくれてるので、あの僕も気にせずいろんなこと聞けるんですけど、やっぱりほらね年配のあの年上の観光農家の方にあの何でもかんでも聞くっていうのはちょっとはばかられるじゃないですかそういう意味ではね、やっぱりまあそれはね、あの除草剤一択だろうなっていうふうに思いますよね。だからこのね、あの安心安全とかね、あの農薬うんぬんとかっていう議論ってね、まあ本当にあの消費者の人はどこまで関心があるのか知りませんけど、まあ正直ね、あの二十数年私やってきてね、でまあ僕よりも40年50年とね、あのオーガニック農業やってらっしゃる先輩方おられますけど、あの結論から言えばね、あのメリットはだからやっぱりほとんどないんですよね。でメリットがないというふうになってるマーケットなんですよね、この国は。でも例えば私がね、あの直接そんな勉強したわけじゃないですけど、あの聞きかじったレベルのね、例えばアメリカ、特にあの西海岸の方ですよね、アメリカの西海岸、カリフォルニアとか、この西海岸のこのラインがあるじゃないですかね、我々の今太平洋、日本といる反対側、太平洋の側の西海岸の方はね、西海岸だけでも、まあアメリカは大きい国ですけど、西海岸だけでオーガニックのスーパーが4チェーンあるわけですね。例えばイオングループとかなんとかグループとかっていうふうにしてね、だから十分元が取れるというかね、オーガニック専門のそういうスーパーがあるわけですから、さあだからマーケットが全然違うんですよね。だから日本はそのドイツだとかね、あのいつも前も昔話したことですけど、例えば日本とドイツってね、大体ほら人口とか経済規模とかね、今はちょっと日本調子悪いですけど、大体なんか似たような感じですけど、例えばねドイツだったらベンツがあって BM があって、日本にはトヨタがあって日産があってとこあるわけですけど、ちょっとねそういう意味ではちょっと似通ってる感じの経済大国であるわけですけど、ドイツのオーガニック事情っていうのは日本の何倍ですかね、10倍から20倍ぐらいですよね、扱ってる数字は。しかもそれがほとんどね、あの日本の場合はオーガニックっていうとほとんどが化粧品とかなんですよね。はい、なのでね、まあお話にならないというかね、まあしょうがないんですけど、よいしょ、まあ何したってね、だからそういうこうなんですかね、あの二十数年ね商売として専業農家で私やってきましたけど、メリットでだからあんまほとんどないんですよね。はい、オーガニックでやるメリットはほとんどないんです皆さん。まあ特に私は野菜ですけどもね、はい、
それを聞いて日本の消費者はどう思うのかっていうのをね、まあ僕は割とあの講演会とかでそういう日本の消費者の人と触れる機会多いわけですけど、ほとんどの人はね分かってないので、ね、値段が高いから儲かってるもんだと思ったとかね、そういう話をされるんでね、こちらは本当にね何でしょう、ね、分かると思うんですけどもね、一人一人100人いたら一人一人1時間ずつね別室に呼んでね、椅子に座っていただいて1対1でちょっとねいけません、そんなことしちゃと思うぐらいね、なんかやっぱり日本の消費者はそういう意味では本当に無理解なので、まあしょうがないですけどもね、それを言い始めてしまったらね。だから今やってるこの作業もね、彼今さつまいもちょうどちょっと離れたところでさつまいものうねまに除草剤パーッと撒いてるんですけどね、わかります、この約50メーターぐらいのこのうね、今日私2列ビニールこうやって貼ってるわけですけどね、1分かかるかかかんないかでしょね、私このペグ使ってビニール貼ってこうやって一生懸命えちらおちらこうやってねやってるわけですよ。だからね、何十本もできないですよこんな作業はね。まあだから全然本当にもう効率とかね、生産者の立場からすると農薬を使うっていうのはほぼ一択っていうのはそれは正当な判断だっていうことなんですよ。はい、そう思います。でね、まあオーガニックをね推進している人たち、まあ我々がそうなんですけど、まあ YouTube とかも含めてね、本当にそれでねオーガニックを推進している人の中でどれだけの人がそれで飯食ってるんですかって話なんですよね。はい、で正直申し上げてね、それで飯食ってない人がいくら力説しようが僕らには関係ないんですよ。はい、だから正直申し上げてね、僕らのやってきたことっていうのはあるいはやっていることを理解するには実際にやってる人じゃないとなかなか分かんないんですよね。それで飯を食ってる人でなければ、で皆さんいろんないいこととかね地球環境のこととか言いますけどね、私はその個人的にはですよ、地球環境のために農業やってるわけじゃないので、もちろんね最終的には自分がやってるところがそういう、こう負荷のかからないところっていうのはもちろんそれはつながる話なのでね、全く関係ないわけではないですけど、まず食わなきゃいけないわけですから、はい、食っていかなきゃいけないんですよ。なのでね、そんな甘っちょること言ってたらそうやってやめてった人っていうのはいくらでもいるわけですよね、僕の先輩同輩後輩ではね。なのでね、日本の消費者は本当にまあいつも講演とかで言いますけども、このね現場を現状を知ってください。なんかありましたよね、事件は会議室で起きてるんじゃないんだってね、日本の農業は畑で起きてるんですよ皆さんね。なのでクーラーの効いたねそういうところで学者の方々がねいろいろお話をされても決して解決はしないんですよね。僕はこの20数年の間にねいろんな大学の先生とかとなんかシンポジウムとかねいろんなところで呼ばれたりしてなんか話したりして直接ね話したりしたことはよくありますけど、正直ねそういう大学の先生とかから何らかのそのね啓発というか何かアイデアもらったりとか、あなるほどなと思うことはただの一度もないです。はい、でね僕のような生産者が話し始めると彼らはね大体黙ります。そうですよね、僕は実際の話しかしないので、そういう意味ではね日本に例えば農業大学ってたくさんあると思うんですけどね、例えばオーガニックの日本のオーガニックっていうことに関してね何らかのその実践経験なりねあるところってあるんですかね、多分ないように思いますしね。例えばオーストラリアニュージーランドとかはね大学の中に座ってね例えばパーマカルチャーとかねそういう、大学の中にそういう講座がありますね。日本ではどうですか、有機農業講座とかってあるんですかね。はい、まあ、ある程度ね名の知れた農業大学では多分まだまだねそういう意味では本当に日本のオーガニックっていうのはとても遅れているわけでございましてね、私のようなね一位百姓が行ったところで何も変わらないわけですけど、まあ、だからそんなもんなんですよね日本のオーガニックっていうものはね。はい、
まあそれでもね、僕の場合はなんとかね、数百人のお客さんにそうやって支えられてきたのでね、まあなんとかやってますけど、ただ来年以降ね、本当に不特定多数の人にライブコマースとかなったらね、売っていくということになりますので、それでね、どんな風な評価になるのかとかね、その辺が本当にね、まあチャレンジではあるわけですよ皆さん買っていただけますね、私の作るこの魂のこもったお野菜セットね、5000円でね、だいたい12品目ぐらいお野菜入って、送料込み5000円で販売しようと思ってますけど、買っていただけますかどうですかね、ぜひね、意識高い系の消費者の人には買っていただきたいんですけどで、できるだけ満足するように、いちごとかアスパラとかね、普段なかなかオーガニックではね、食べられないものを頑張ってこれから僕は作ろうとしてますんで、ぜひね、よろしくお願いしますという結局それが言いたかったのかって話なんですけどまあまあね、だからやっぱりね、日本の消費者の皆さんどう思われます？僕が呼びかけてね、そうやって観光農家の皆さんとね、普通に農薬を使っている皆さんと、どうですか、オーガニック、最近我々もかなり技術力や、ね、生産量は上がってきておりますが、オーガニックを検討するという考えはありませんかってね、ただの人に見なかったですよまあそうだろうなと思ってこっちも呼びかけてるんですけど、むしろ皆さん逆ですからね、オーガニック農家が観光農家に変わることはよくあることですよね。私の周りにもそういう人いますので、だからそれをね、その日本の消費者はその事実を知ってられますかということですよね。これからはオーガニックの時代なんですか？僕にはとてもそう思えないですけどね、これからは観光農家の時代なんじゃないですか知りませんけど、で今までもこれからも多分観光農家の時代なんですよね、だから僕らはそういう意味ではね、細々とね、なんとか生かさず殺さずというかね、本当に農業界の端っこの端っこのね、そんなところに部屋があったのみたいな、そういう狭いところでね、細々とやっていくというのがね、我々オーガニックの立ち位置なのかなと思いますけど、まあ最近はね、結構ね、10ヘクタール20ヘクタールとやってきて、鼻息の荒い同業者いっぱいいますけどもね、オーガニックでもね、頑張ってほしいなと、はい、最終的には六本木ヒルズに住んでほしいなとね、半分冗談で半分本気なんですよ。やっぱりね、オーガニック農業を志しましたと、でその結果大成功してね、フェラーリに乗って六本木ヒルズに住んでますっていう人がね、やっぱり僕らの仲間からね、出てほしいなっていうのがね、ずっと二十数年思ってますけど、まだそこまでたどり着いてないですよね。ね、今や何ですか、いちごやトマトはね、前も言ったと思いますけど、 YouTube の広告で1パック1万800円ですよ皆さん、トマト、高濃度トマト、どう思われます？すごいね、はあ、ね、今50メートル2本目張って今日はここまでですけどね、これ除草剤撒いたらね、もうとっくの昔に終わってるわけですね。これ30秒ぐらいですか、で2本目やって1分から2分ですよね。私これ今喋りながら作業やってますけど、何分かかってますね。それは常識で考えればね、なんでこんな苦労をしなきゃいけないのって話になるわけですよね、はい、そういうことですよ消費者の皆さん。それでもね、まあ私は個人的にね、オーガニックを勝手に志して勝手にやってるだけのことなので別にいいんですけれども、これをね、一般的に置き換えてオーガニックを進めるか、進めませんよね。生産者でね、オーガニックいいですよとはとても僕は言えないですよね、はい。なのでその21歳の若者にはね、オーガニックやりませんかなんて口が裂けても言えないですよね。逆に向こうから百姓農園さん二十数年やってきてどうですか、そろそろもうオーガニックを手放して観光栽培に切り替わりませんかって言われるのがオチですよね。もう僕も年なのでね、逆に観光栽培に誘われてしまうっていうね、まあまあそういうことでございますね。本当に僕はそういうね、なんていうんですか、そういう議論とか含めてね、もう二十数年やっておりますので、それをもう何周もしたところでやってるのでね、今更そういうね不毛な議論は一切僕は
やりませんが、ね、そんなようなことでございますよ。まあ、年を取ってくるとね、やっぱり体力がなくなってくるので、ね、なかなか愚痴めいたものになるのがね、いけませんが。ということでございます、ね、ですから、ね、この現状ということですね。だから日本のそのオーガニック、ね、皆さん安心安全とか言ってますけど、作ってる生産現場 で20数年やってきた僕の個人的な見解ですけど、大体そんなようなものだっていうことなんですよね、はい、で消費者の皆さん、ね、関心があって、オーガニック関心があったり、あるいはいろんな、ね、まあ、YouTube とかもそうですけど、なんかそういうことを言ったりする人、ね、でも生産している人は違うんですよってことですね。実際にそれでじゃあ消費者の中でね、じゃあ百姓農園さん、私もやってみたい、いや俺もオーガニックの生産現場ね、ぜひ作って農産物を作ってみたいって言うんだったら、いくらでも教えますよ、いくらでも教えますね、だけども多分無理ですよ、はい、あ、僕のようにこれ専業で食っていくっていうのはかなり難しいですよ、はい、なのでね、教えるのはタダでいくらでも教えますけど、はい、ほとんど多分あの散っていくと思います。それが日本のオーガニックの現状ということですね。二十数年やってきて、そういう散っていった仲間、ね、人をたくさん見てきました。でこれからも散っていくんですよ、はい、なのでね、僕も含めて生き残らなきゃいけないんですけど、そういう現状に未だにあるってことなんですね、日本のオーガニックというものは、はい、まあ 1% ね、全ての農産物の、ね、1% になる日が僕が生きてる間に来るんでしょうかね。ヨーロッパとかではね、もう1割ね、全ての農産物の1割をあの超えてきてるところは結構ありますよね。 14% とかね、はい、今日本ではどれぐらいですかね、 0.2?0.25 とかそれぐらいですかね、全然増えてないですけど、ということでございます。あのそういうことであるということに、特にね、あの生産者はみんな知ってるんですよ。だからオーガニックなんか切り替わらないんですけど、消費者はね、いや、あのそういう現状を知らないのでね、日本のオーガニックはどんどん増えていくもんだと思ってるかもしれないですけど、逆ですよね、あの減っていくことはあっても、まあ、増えることはあんまないんじゃないかなと、そういう現状でございます、はい、まあ僕はやり続けますけど、そういうやり方しか知らないのでね、今更二十数年やってきてここに除草剤撒くかって言われたらね、いや頑張ってね、借金してでもペグを買ってビニールマルチ貼りますよ私は、はい、以上です。よかったら野菜買ってください。それではまた。